はい、この動画は前回のレート1万達成動画の続きとなります。続きというのはですね、あの後、結局3レースか4レース続けておりまして、そこでレートが1万1できたかどうかということでですね、やっております。というわけで、キャラクターとかカスタマイズは前回の動画と同じです。さあ、まずはベビーパーク。正直、いきなりレートが維持できるかとか怪しいコースが来ましたね。どうしてもこのコース荒れますからね。走り方は正直もうバッチリです。ハンゴムバイクだろうがしっかりカーブを曲がれる自信はあるんですけど、今みたいなもう事故とかがね、非常に起こりやすいので、あとカーブがどうしてもね、インは通れるは通るんですけど、その前かその後がどうしても膨らんでしまうので、そこで時間かかっちゃうんですよね。そういった意味でやっぱりカートより厳しい。そしてバッチリなんて言ってきながら今みたいに事故も起こしてるっていうね、今回で。この順位だといろいろ巻き込まれそうで怖いんですが、前に出るだけのアイテムが手に入っておりません。で、しかも体当たり捨てられちゃうしねっていう。このスターがね、ちょっと早めに出てるんだったらね、使ってたんですけどね。で、ここでスター使っちゃいまして、むしろ逆にそこのスターいらなかったんじゃないかなと思ったけど、スターはここでもう1個出ましたね。で、そろそろ何かスターとか、スターじゃないや、サンダーとか来ないかなと思ってスター連続で使ってみたけれど、特には何も出なかったと。で、後ろから赤コーラ来たら危なかったですね。ただラストでね、この赤コーラ出てもねっていうところでして、スターで最後出て7位取れなかったのが8位でしたね。レートどうなのって思ったけど、プラス3で逆に上がったと。メンバーがもうレートが高い人たちばっかり来てくださったので、おかげさまでっていうとこですかね。はい、では次のレースです。今度はエキサイトバイク。はい、ハンゴンバイク使ってるのでエキサイトバイク負けるわけにいかないなと思ってやっておりました。さあ、ここはですね、ただ加速重心しちゃってる関係で正直つらいなと。やっぱり直線がほとんどのコースなので、加速重心はあんまり向いてるコースじゃないのかなと。あと、このコース自体は最初からですね、始めた頃からもう結構好きなコースだったんですけど、ハンゴンバイクだと飛び跳ねた後に空中の制御難しいので、落ちてしまわないかどうか、ダートの方に入ってしまわないかどうかがいつも心配でやってるんですよね。で、やっとアイテム取れましてと。とりあえずキノコとフラワーで、どこでどう使っていこうかなというところでして、とりあえず1個だけ直線長いので加速で使いました。で、飛び跳ねた後、ここはもうキノコでまた進んでいきまして、あとはこのですね、ショートカットでフラワー持ったから後ろに投げて、とりあえずガードと。さあ、この時点で2位走れてるんですよ。ただ1位のね、あれ、一慶さんかな、めっちゃ速いんですよね、やっぱり。多分じゃないな、もう直線とかだけじゃなくて、もうさすがにね、こういったカーブのテクニックとかも全然負けてますからね。で、2個手に入った緑コーラ。とりあえずガードのつもりで持っていたんですが、テレサが1個奪ってきます。もう1個残しておいてよかったですね、という。で、コーラこっちに来なかったんだ、そういえば。さあ、順位的には4位と、この時点ではかなりいいんですが、アイテムがこれ取れません。で、しかもなんかみんな加速してきて抜かれちゃいます。この時点で半分のあたりにいるんですけど、ちょっと危ういとこかなと。で、アイテム1個だけ回収してもらって、ここでキノコは3つ出たので、なんとか真ん中順位でね、収まりましたということで5位です。レートはプラス14。では、今回の動画、次のレースが最後となります。はい、レート1万1動画としてはこれがラストレースとなります。これ、ツイキャスでやってたもんですが、ツイキャスでもこれがちょうどね、ラストゲームにしてありました。で、ここのコースが本当にすごい大好きなので、ここが最後に当たってくれたのは、なんとも嬉しい限りでしたね。これのコースで1万達成できた方がもしかしたら嬉しかったかもしれませんよね。いやー、このコース、本当に音楽がすごい綺麗で、もう大好き。レインボーロード以外のコース、スーパーファミコンはそれぞれのコースごとに音楽が決まっちゃったので、てか、使いますというか、このゲームだとドーナツ平野コース3がね、入ってますけど、
1、2とかも同じ音楽だったんですね。で唯一の音楽なので、まあ、これで、まあ、原作でも相当楽しかったコースかなと。まあ原作めっちゃ難しかったけど、このコース、まあでもこれでも難しいかな。原作のがすごい狭かったイメージあるんですよね。まあ、というか雑談ばっかりになっちゃってな。さあここでダブルアイテム回収して、順位的にはでも今の時点で厳しいですよね。8位ですから、まあキノコ3つあるのテレサがあるのは結構大きい気がするけど、ここでねちょっと突っ込みすぎちゃいましてぶつかっちゃったんですよね。今のミスも痛かった。まあでテレサここで使っちゃいまして、赤コーラゲット。まあここらでねサンダーとか落ちてくれてありがたいんですよね、なんていうふうに思ってやってて、もうこれは使おうって思った瞬間にこれですよ。もう赤コーラ投げて、もうまさに指をかけたところでスターが、ラスターにはサンダーが来るというね、本当についてなかったんです、ここは。ただ前の人たちも結構影響出たので、ここで順位を上げることができてきました。まあちょっとこの緑コーラ怖かったんですが、まあ、当たらずに済みまして、で最後加速して4位ということで、最終的には結構レースとしてはありがたい順位になったかなと。というわけで今回冷凍も1万の維持が完全にできました。1万37にて、ツイキャスも終了いたしました。というわけで次回の動画でまた続けたいと思います。まあ、改めてですね、ここに参加していただいた皆様本当にありがとうございます。おかげさまで楽しく1万達成、1万維持終了することができました。またマリオカート楽しんでいきたいので、皆さんもよろしくお願いいたします。ではお疲れ様でした。